がでかすぎてアップできない。あ、じゃあなんちっちゃく細かくチェックした方がいいの。え、それをつなげることできるの。できる、できる。もう切れよ。さあ、サーファーズパラダイスとブロードビーチの間のネラングリバーに来てますで今からこのカヌーで菅の家まで行きたいと思います。あ、OK、で、地図はここです。ここで編集だとドンってくるんだよなに壊れたら終わりだぞ、ポンプ。これさ、なにこの1って何。おい、1か入れんだよ。熱い、熱い、これで早く早く、先越されてるぞ、ちょっと熱い。あー、いいじゃん長えよ、なんかそれ。あ、あ、いい、いけそう。どう、結構2時間ぐらい乗るからね。おお、いいじゃんいいじゃんいけるいける、そうやってやるのそれ。ていうか、ボートっていうか、泳ぎて。映ってんのか。わ、映ってんのか、わかんない、見えねえ。結構進みましたね、100メートルぐらい。もっとかな。今、菅の方に。あ、いいじゃん。はい、取れてるよ菅、片手これ難しい今、クラウンプラザあたり。ジャングル感がすごい。ジャングル感すごいか。普通に家あるよ。行け。菅さん、それ完全にあの釣り人に激突する、それ。Elevated home sites in Terranora from $310,000 to $360,000. 26 warehouse and land packages priced from $605,000. そういうの取れよ。なんで前の車通るんだよ。